さあもちろ今回はガーシーがバンになったことと切り抜き動画も連動してバンになっていることに触れていきます。で、これはリエモンと立花さんのトークから、まあ僕が、まあ、まとめた話です。で、まずガーシーはバンになった理由っていうのは、まあ前も言ったんだけど、ツイッターで結構、小栗旬の裸の写真とか、過激な動画を上げていて、まあそれ紐付けているから YouTube が、あの、これいけないよって思って、あの、消したのと、 あと、単に、あの、恐喝めいた、あの、発言、脅迫とか、そういうの多かったから、まあ、YouTube が、あの、バンにした。で、あの人はね、コミュニティガイドラインを、その、違反食らっていたんだよね。で、まあ、ステップがあって、バンになったわけですよ。で、バンになったのは、まあ、妥当かなって思います。別に、ガーシーがね、あの、好きとか嫌いとかいい悪い別として、まあ、やったことに関して、まあ、バンになるよねって話です。で、その中で、その、ガーシーの切り抜きをやってる人、 なんかは、あの、何の、あの、警告とか、あの、ステップがなく、いきなりバンなんですよね。一発バンになってもう、もっと言うと、だから、ガーシーの、その、話してる、あの、動画、ガーシーが出演している動画が、YouTube でほぼほぼ見れない状態になってるんだよね。もう AI がもう、ガーシーをもう、徹底マークして、もう全部潰して消している。だから、これっていうのは、あの、コロナ関連の、あの、自分の考えを言う人っていうのは、みんな消されてるんだよね。小林義則とかもそうなんですけど、まあ、コロナ、 に関しては WHO のその発表と反したことを言っちゃいけないわけですよ。それに関して YouTube めちゃくちゃ厳しくて、まあアメリカだからね YouTuber で、WHO もアメリカで、もう全部消してるんですよね。まあそんぐらいガーシーはその存在はそのコロナウイルスのあの WHO と異なる意見と同じぐらいその YouTube 側からしたら不適切。で、今後ガーシーはじゃどうなるのかって話になると、あの、Google に問い合わせても わかんないって、まあ、話なんですよね。これ、立花さんが言っていたんだけど、YouTube 側も。で、ヘズマリューは、あの、A 級版になってるんですよね。遠藤チャンネルと。でも、人のチャンネルに出る分には OK なんだよね。あの、青汁のチャンネルとか出てるじゃないですか。で、例えばなんだけど、奥さんがね、あの、チャンネル立ち上げて、ヘズマリューがレギュラーになっても、おそらくいけんじゃないのかなって思うんですよね。で、ガーシーの場合、じゃそれが許されるのかっていうのが、 まだわかんなくて、なんか、相当厳しく、なんかガーシーには対応してる感じがするんだよね。ヘズマリュウの、あの、動画って結構見れるわけじゃないですか。あの、YouTube でヘズマリュウを見ることって結構可能じゃないですか。で、ガーシーに関しては、なんか、恐喝とか、あの、そっちがあるからね、なんか、もっと悪質な、なんか刑事事件的な要素があるから、うん、もしかしたらだけど、ガーシーを、その、 ゲストとして、たぶん変な話、自分のチャンネルに出して、あの、ガーシーが映っていたら AI が判断して、俺のチャンネルもバンされるような、あの、扱い、結構なんかもうレッドガード、強めのレッドガードって感じでもあるんですよね。で、ガーシーがね、俺を出してくれやとか、そういうことを促したりとかして、それに乗った人も YouTube からなんかバンとか、ペナルティ受けてるって話にねまあ、振り返って思うと、そのガーシーっていうのは、その、 いくらあの人の思いとか、あのなんか信念とかいろいろあったにせよ、まあ、いくらでもバイオレンス性が強すぎたってことで、うん、YouTube っていうのはあの、サイバーエージェントのコンテンツと一緒で、ね、すごいあの、健全コンテンツなんですよね。だからあの、その危機管理が甘かったとしか言えないんだよね。で、飛ばしすぎた。うん、これでのガーシーがね、なんか時の人になんなきゃいいよねって話で、まあ、 FC2 動画とか違うコンテンツ、TikTok とかで、まあ、復活する可能性はあるよね。ヘズマリオとかもそうじゃないですか。でもまあ YouTube っていうね、一番のね、その、あのでかい媒体から、コンテンツから、そので、もう退いてしまった、退くをね、その、余儀なくされたっていうのはもう一番の痛手ですよね。でもまあ TikTok、うん、インスタライブとかね、いろいろあるからね。ってことで、だからやっぱ、うん。 どん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 そのバイオレンスとか、そういうね、人の裸を上げるとか、そういうことに関しては、まあ厳しくなってるし、うん、ダメだよねってことだよね、当たり前だけどね。これこれなんかもね、結構危ないなと思ってるんですよね、やってることが。うん。だから実際警察がね、これこれ柴田がマークしてるって話だから、まあこれこれと柴田でまたちょっと消えることななだけどね、って思うんですけど、ってことでまあ、なるべくね、その清く正しく、美しく、まあ健全にね、その、 人生も動画もね <laughs>、した方がいいよねって。まあ、エンタメはエンタメでね、その、ある程度ね、相手が受け身取れるような、うん、エンタメとか、その、まあ、ギリギリこれは大丈夫でしょうっていう線引きをね、結構神経質になって、やるべきだよね、エンタメだとしても、って僕は思っています。どうもありがとうございました。